ウィーク34やっていきましょう。今日もやってきました MUP。なんだっけ、何言うか忘れちゃった俺。はい、今日もやっていきます。今日もですね、この MUP ラウンジ、ドット、渋谷のショートの一等地にあってね、先週もうさぎクラスの方で、60名くらいでバーベキューやりましたけども、めちゃめちゃいいですので、やっていきましょうということですね。で、今日はですね、この投資のお話の最後のお話になってきます。めちゃめちゃ重要ですよ。で、前回ね、株式のところとかヘッジファンド、投資信託、債券、こういうふうに、まあメジャーな投資商品っていうのは、リターンが高い、リスクが高い、リスクが低い、リターンも低い。こういうふうなメジャーな投資商品っていうのはこういうふうになりますよ。まあ、とは言いつつも、いろんな投資商材っていうのはありますけれども、メジャーなもので言うと、こういうふうな並びになるんじゃないかな、というふうに思いますと。で、今回やることっていうのは、このリターンが高くて、このリスクが高いと思われている、この先物取引。先物取引って言うと、いやー難しいよ、もうめんどくせえよ、と思ったりする方も多いかもしれないですけども、これね、結構先物取引を分かりやすく説明してる人っていないんですよね。ぜひ皆さん今日は聞いてみてください。で、今回これ、投資の、最後の話になりますが、この後はですね、前回も言ったようにマーケティングの話に入っていきますと。なので、投資のもの、しっかりですね、皆さん理解をしてやっていきましょうということですね。じゃあ、こんな言葉聞いたことないですか？デリバティブ。なんて言葉ね。デリバティブって何かっていうと、先言っちゃったけども。デリバティブって何かっていうと、まあ、先物取引とかオプションとかスワップ、こういうものを含めてデリバティブと呼んだりしますと。で、一言で言うと、もう最先端の投資です。なぜかっていうと、証券会社とかファンドとかっていうのは、まあ、新しい投資をどんどん出していかないと投資家に飽きられちゃうわけですね。他社との差別化もできないわけですよ。なので、いろんなものを投資商材にしたりします。例えばですよ、僕が、以前聞いたのは、アメリカではですね、訴訟が多いですよね。でもお金がない人が訴訟したいっていう時に、そのお金さえあれば、絶対に勝てる訴訟っていうのがあるわけですよ。そういうのを見極める。まあ、ローファンドとか、なんか、ロイヤーファンドとかよくわかんないけども、そういう、ファンドがあってですね、実際に、この裁判について投資をしたいファンドですね。投資家からお金集めて、その裁判を起こす。で、裁判に勝ったら、その裁判の勝訴の、勝訴金から、配当をもらうとかですね。そういうふうな、まあ、いろんな投資っていうのがあるわけですよ。とにかくね。で、どんどん新しいっていう最先端の投資を誰がやるかっていうと、結構ですね、プロの投資家たちが多いです。なので、最先端のこの先物取引とかデリバティブって呼ばれる、投資っていうのは、逆言うとプロが多いので、バカはもうお財布にされます。もうこれは投資の世界では、勝つと負けるっていうのは明確に、切り分けられる、この業界ですので、バカは金持ちの財布という言葉はある通りですね、もうはっきり言っちゃいます。知識がないで投資をすると負けるだけです。なぜなら、プロが勝ってるからです。投資っていうのは誰かが負けて、誰かがその金分を勝ってる人がいるっていうことですね。なので、しっかりとここでですね、この15分くらいかな、もう他に多分ここまで分かりやすいっていうのはないと思うので、見ていきましょうということですね。じゃあ、まずですよ、めちゃめちゃ簡単に、先物取引、オプション取引、どこで買えるの、どうやって買うの、めちゃめちゃ簡単です。この先物取引、証券会社とかオンライン証券で先物オプションっていう欄がありますね、こういう風に。そこで買うことができます。で、じゃあですよ、めちゃめちゃ、目をつぶって今ですね、簡単に説明しますが、毎年 iPhone って大体9月ぐらいに出るじゃないですか。じゃあですよ、来年の iPhone、ね、来年の iPhone が、皆さん、出るとしましょう、9月に。その iPhone を、ただ、いくらするかわかりません。でも皆さん欲しいです。ね、その iPhone いくらするか知らないけども欲しいです。じゃあ、その iPhone を購入する予約券というものが10万円で今現在発行してます。ライブのチケットとか一緒ですよね。で、予約券が10万円でありますと。じゃあですよ、じゃあ9月になりました。Apple がリリースしました。iPhone 新しいの15万円ですって言った時に、皆さんは15万円で Apple Store で買えるんだけれども、皆さんは実はですね、予約券を持ってるので、これが10万円で引き換えができるわけですね。こういうふうに、これが別に iPhone じゃなくても、例えばコモディティって言って、お米だったりとかね、お米が、不作か豊作かっていうのはわからないわけですよね。じゃあ、この お米っていうのは不作だったら高くなるし、豊作だったら低くなるしっていうふうに、ただ、どちらになったとしても、これをいくらで買えるっていう予約を取得。で、上がったとしても下がったとしても、この予約で値段で買う。こういうふうに、めちゃめちゃシンプルな、ものが先物取引ということになりますと。
で、先ほど iPhone とかお米で言いましたけども、いろんなものがあります。例えば株価指数、先物取引ですね。この企業が上がるのか下がるのか、上がろうが下がろうが先に予約をしていくっていうところだったりとか、あとは金利先物取引、債券先物、コモディティ、通貨、排出、電力とかね、こういうふうな先物取引、何でも先物取引できるわけですね。なので、もっと他にもありますが、こういうものが、先物取引、オレンジとか、コモディティとかね、先ほど米って言いましたけども、そういうものを先物取引に入ってますということですね。で、先ほど、お米って言いましたけども、まあ、お米だけではなくて、リンゴとかオレンジとか、リンゴとかでね、まあ、なんでもいいわ。とにかく、豊作か不作かっていうのは分からないわけですね。それは逆に言ったら、農家の人たちも分かってないわけですよ。自分のお米が、いっぱい取れるのか、でも、台風が来るかもしれない。そんなのよくある話ですよね。で、そう考えると、ちょっとごめんね。でも一番分かってないのは農家だけじゃなくて、スーパーたちなんですよね。スーパーとかレストラン。逆に、それをスーパーとかレストランに卸す卸だったりとか、あとはその卸に卸す商社だったりとか、そういうものがですね、全く分かってないと、分からないですね。先物いくらっていう感じなんですよ。でも作物いくらって感じなんだけども、誰も分からないと。じゃあですよ、ここで頭いい人が、考えました。農家もいくらで、収入あるか分からない。むしろないかもしれない。みたいなね。じゃあ、このファンドとか保証会社の人が、農家の人に、いやいやいや、大丈夫です。不作だったとしても、豊作だったとしても、一定の、保証をしますよ。という、人がいるわけですね。で、このファンドとか保証会社の人って、じゃあその保証を、誰のリスクで保証をするのか。だって本当に不作だっても、この人を保証しないといけない。じゃあこの保証をしているのは誰かっていうと、投資家なんですよね。ただ投資家と、保証会社は別に繋がってるわけではないですね。この保証を債券化、証券化するんですよね。証券会社に、証券と組んで証券化する。で、証券化したものを僕ら投資家が買っている。それが先物取引みたいなイメージで、結構だと思います。で、じゃあですよ、投資っていうのは勝ち負け、絶対に誰かが、負ける、誰かが勝つってことがあります。じゃあここで勝ち負け、どっちになるかっていうと、この人ですね。この農家の人っていうのは、本当はもっと高く売れたのに、本当はもっといっぱい取れてね、もっと売れたのに、まあそれを安く売ってしまったとかね。逆に投資家は、もっと、安く買えたのに高く買ってしまったとかね。そういうふうな、リスク。これで、農家の人が儲かるか、投資家が儲かるか、もうこれは、二分一なわけですよね。で、絶対に勝つ人っていうのは頭のいい証券会社とか、こういうファンド、保証会社とかっていうのが、いるわけですね。この人たちは手数料ビジネスなので、どうでもいいわけですよ。人のお金で遊んでるわけですので。でも、こういうふうに、リスク、とにかく証券会社とかっていうのは、いろんな商品をどん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 作り出して、投資家にいろんなものに、流通を増やして、流通を増やすのを手数料が儲かるってことですので、どれだけ先物取引とか面白い商品を持ってくるかっていうのが、ファンドだったりとか、こういう証券会社には必要とされていることですね。そういう仕組みを理解した上で、じゃあ次へ進みましょうと。じゃあ、このスーパーが、リンゴが欲しいと言った時に、リンゴが欲しい。でも、いくらかわからない。豊作、不作、安い、高い。何もわからないという時に、じゃあ、この農家の人に、リンゴはもう一つ100円で、半年後、売ってくれ。必ずね、引き換え券を。リンゴが今すぐ取れるわけじゃないので、リンゴ100円で必ず売ってくれって半年後にね、今から、だいたい9、ごめんなさい、頭がね、180日後ですね。やばいね、これ。180日後に必ずリンゴを100円で売ってくれという予約券をこの農家の人があげますと。で、ここにありますと。このチケットがね。で、このチケットを受け取ったこの人が、あれリンゴやっぱりいらねえなと。ね。リンゴのいらねえってことは、このリンゴの予約券もいらないなっていうと、じゃあこのリンゴの予約券はどこで、やれるかっていうと、市場に出して他の人が買うっていう人が出てくるかもしれないですね。この市場に出すときは、じゃあ例えば、俺110円で買うよとか、俺90円で買うよとかね、そういう市場価格っていうのがあるわけですけども、例えばここでは俺110円で買うよっていうと、じゃあこのチケットをこの人に、売りますと。ね。で、この人からは110円で、売りましたと。売れましたと。で、100円で買ったチケットなので、110円で売れたら、10円この人は儲かった。こういう風に先ほどの取引っていうのは市場で取引をされてたりするわけですね。じゃあ次に、買うだけではなくて、売るっていうことについてはどうでしょうと、見てみましょう。市場イコールマーケットね。マーケットで、リンゴが100円で、売られてますと。でも、この100円のリンゴって、この人は考えました。今、この八百屋さんは、今年は、なんか卸の人に聞いたけども、豊作だって聞いたな。1個50円ぐらいになるんじゃないかな。って思ったとしましょうと。ね。1個50円ぐらいになるんじゃないかな。じゃあ、この100円の、リンゴのチケットをですね、持ってたとしても、
50円で買えるリンゴを、この予約券100円っていうのは、あまりにも、バカですよね。これで引き換えるっていうのは。なので、この100円を売っちゃいたいわけですよ。ってことは、これを市場に出して、これを買うっていう人が出てくるわけですね。で、じゃあ、例えば1年後、本当にこの人の読み通り、リンゴが今の100円ではなくて50円に下がったとしましょうと。そうすると、この人はもう買うって約束をしているので、1年後には、これ買えよって言って、この人は絶対に買わないといけないわけなんですね。で、逆に、1年後に、この人の予想と裏腹に、120円にリンゴが値上がりしましたと。本当はこの人はリンゴが100円で買えたのに、100円で買う権利っていうのはこの人に売らないといけないわけですね、1年後は。なので、この1年後、売れよっていうことで、必ず売らないといけない。なぜかっていうと、買うっていう予約をした、売るっていう予約をしたってことは、予約をしたらそれはお約束なので、絶対にその、益務を、果たさないといけないということですね。それが、先物取引になります。もうめちゃめちゃ簡単です。先物っていうのは、買う、売るっていう、先に予約をする。だから先物っていうことですね。これがリンゴだけじゃなくて、株とかいろんなものにあるよと。で、絶対それは予約をしたから、キャンセルはできないよっていうことですね。じゃあ次に、オプション取引一方でどうでしょうと。先物取引っていうのは、リンゴを100円で買う、予約をする。なので、必ず100円で買わないといけなかった。で、オプション取引っていうのは、リンゴを100円で買う、権利を、購入する。まあ、言ってしまえば保険みたいなものですね。このリンゴを100円で買えるっていう権利を、保有すると。じゃあ、100円で購入券でスーパーで50円で売ってる。ってことは、100円で購入できるけども、スーパーで100円で購入しないでも50円で買えるんだよ。っていう時に、わざわざ100円のこの、予約、権利っていうのを執行しないでもいいわけですよね。ってことは、この権利を放棄することもできるわけですよ。で、この100円で買うっていう権利を10円で買ったわけですので、この10円はなくなるけども、権利を放棄する。先ほどの予約とは違って、100円で買わなくていいわけですね。で、それがオプション取引の大きな、利点ですと。だから、これ言っちゃえば、自分が得をするときにだけ売買を行える権利。これが、オプション取引のいいところですね。自分が負けないための保険料、この10円は損します。ただ、この10円以上に損することはない。っていうのがオプション取引ですね。Hi guys! You can learn much more by Takehana in his rabbit class. And it's a way more effective way. So please check the homepage for more details.